中国語、中国語、話者、スピーカー、チャイニーズスピーカー向け英語特訓コース、その2。はい、その1のまとめ。はい、はい、羨ましいですね。英語を学ぶには、日本人学生の、3倍から4倍、学習しやすい英語は、はい、はい、大学で受ける場合、もちろん中国語で、共通試験の、英語の代わりに中国語で満点を狙うことはできる。はい、しかし、どこの大学でも、個別試験、共通試験があった、その次個別試験がある。それは、英語で、取らないといけない。Take English、 Take English ということです。これはcompulsory、これは強制的です。 So you are required to take English for Kyoto University, Osaka University, Tokyo University, the University of Tokyo には。はい、それまでは長い長い道のりです。しかし不可能ではない、やり方次第では。未来に向かって、現在、過去、未来、はい、現在、プレゼント、過去、past、未来、future、このキャットイングリッシュで、タヒラ作成の、はい、ビデオ、作った、教材はざっととにかく見ること、まずは英検準1級の前に、中学校レベル終了の英検3級が、10万円とすると、英検準2級、プリセカンドグレードは、50万円、5倍のエファット、です。はい、2級、セカンドグレード、英検セカンドグレードは、200万円、2ミリオン円の値打ち、worth、value、難しさであります。はい。はい、覚悟した上で、とにかく、勢いに乗って、まずスタートしよう。OK?OK?Good.Good luck.